笑いタレント、明石家さんま、65、が、2日に放送された大阪、MBS ラジオ、ヤングタウン土曜日、関西ローカル、で、ナインティナインの岡村隆史、49、の女性蔑視につながる不適切発言について、可愛い後輩が落ち込んでいるらしいですが、プロとして言葉のチョイスのミス。今回は怒らな仕方がない、と、反省を促した。以前、岡村が精神的な不安定のため休業していた際、医師から、明るい、さんまさんとは喋るな、と指示されていたと言い、今回は、俺のところにも連絡してこないが、自分のミス。新型コロナウイルスの影響で仕事も変化していることから、エネルギーがラジオで爆発したのか。人に気を使うやつで、いつもは言葉を選んで喋っているのに。深く反省して、また頑張らなしゃあない、と話した。昨年は、申告漏れと所得隠しでチュートリアルの徳井よしみ、45、が糾弾された、アローン会イコール吉本興業の独身芸人、の二人が、俺は勝手に名誉顧問にされているけど、コロナも怖いが、アローンも怖い。寂しさを紛らわす薬は、開発が、できてない、と岡村が独身であることも原因の一つと指摘、奥さんがいてたら、あんなこと言ったらあかん、とか女性の意見も聞ける。岡村も家族がいてたら、ああいうことにはなってない。アローンは解散状態やな、と、苦笑いしていた。